山品駅。山品駅は、京都府京都市山品区安守北屋敷町及び安守南屋敷町にある西日本旅客鉄道 JR 西日本京都市営地下鉄の駅である。JR 西日本の駅には、東海道本線と湖西線が乗り入れており、東海道本線を所属線としている。湖西線は、 路線としては東駅が起点であり0キロポストもあるが、運転系統上は全列車が、東海道本線経由で、京都駅あるいはそれ、微勢へ乗り入れている。アーバンネットワークエリアに属しており、東海道本線は、美和湖線の路線相性設定区間に含まれている。また、特定特市内制度における、京都市内エリアに属する。駅番号は、東海道本線。 琵琶湖線が JRA30、湖西線が JRB30。京都市交通局の駅には京都市営地下鉄東西線が乗り入れており、駅番号は T07 となっている。JR の駅は愛子か、地下鉄の駅はピタッパ、スルッと関西協議会及びスルッと関西、対応カードトラフィカ系カードの利用エリアに含まれており、 それぞれ相互利用可能なカードにも対応している。南北を両駅に挟まれる位置には、京阪電気鉄道、京阪京神線、大津線の京阪山品駅が所在している。判例、JR から JR 駅、地から地下鉄駅、地下鉄東西線の山品駅開業後の未記述。ホームは築地区定上にあり、 地平の改札からは地区定化通路から階段を上がる構造である。12両編成対応の島式ホーム2面4線のホームで旅客案内場は1番乗り場から4番乗り場までの番号が振られていい。さらに外側にはホームのない通過線があり、運転取扱い場は1番乗り場が2番線、4番乗り場が5番線、さらに外側に6番線がある。各ホームには 自動販売機が3.4番乗り場には待合室がある。周辺にはハートイン、セブンイレブンハートイン、面下がある。バリアフリー化工事によりエスカレーターは階段横に設置されたが、エレベーターは改札横から一旦ホームをまたぐ、古戦橋、バリアフリー工事で新設されたものまで上がりさらに各ホームに降る構造となり、大きな移動を必要とする。 この湖線橋新設のため、下り向きには中継信号機が新たに設置された。この他にもバリアフリーに対応した多目的トイレが設置されている。改札は南側に一箇所設置されている。そのすぐ前に地下鉄山品駅につながる階段の入り口と、京阪京新線の京阪山品駅がある。美和湖線の新快速、普通は原則として、 内側線走行のため、2.3番乗り場、3.4番線を使用する。当駅に停車するすべての特急と、朝赤時間帯に、外側線を走行する、草津線直通列車及び平日朝新快速が1.4番、乗り場、2.5番線に停車する。湖西線の列車については、京都方面行きは1番乗り場、2番線にしか入線できないため、 全て1番乗り場に停車する。片田、大オ今津、鶴ヶ方面駅は、ラッシュ時に、京都駅から東駅まで、外側線を行する一部列車のみが4番乗り場に停車し、それ以外は3番乗り場に停車する。直営駅で、京都駅、管理駅の管理下にあるが、地区駅として駅長が配置されている。ただし、山下に置いている駅がなく、 地区駅単独で存在という形態となっている。日中時間帯は1時間に11本、新快速4本、普通7本、土曜、休日は普通は1本増え12本が停車する。新快速1本と、普通3本、土曜、休日は4本は、湖西線に入る。朝晩は、琵琶湖線の列車を中心に本数が多くなる。特に、平日の京都方面は、琵琶湖線、 湖西線の2方向からの列車が集中し1時間に20本近く設定されている。なお、新快速は1986年10月31日まで当駅を通過していた。京阪バスロータリーの地下あたりに位置し、ホームドアが設置された島式一面2線ホームを持つ。地下鉄東西線の駅は駅ごとにステーションカラーが制定されているが、 山品駅のステーションカラーは藤紫。JR 駅の改札前に階段及びエスカレーターがあり、それを降りてなだらかなスロープを進むと地下鉄、改札前に至る。定期券売り場あり、なお、京阪山品駅が近接しているため、当駅から五両駅経由の京阪京新線への連絡ギップは購入できない。詳しくは、京阪山品駅直通運転と二つの 山品駅の運賃問題を参照。ベッドタウンとして都市化の進んだ、山品区内唯一の JR 駅で、京都、大阪方面への通勤通学客が多く、また、滋賀県内の湖西尖閣駅、琵琶湖尖閣駅間の乗り換え客、特に高校生も多い。草津延長運転開始時は通過していた、新快速は、その後の利用客の増加や湖西線から、 琵琶湖線への乗り換え利便性向上のための地に停車するようになった。さらに、通勤客への対応のため、特急、はるか、琵琶湖エクスプレスも停車するようになった。一方地下鉄駅は、山品区内からの京都市中心部への通勤通学客のほか、JR から地下鉄経由の京都市中心部へ、あるいは地下鉄第五方面からの JR への乗り換え利用客が多い。 京都市内にある駅であるものの、京都市内を網羅する京都市営バスの乗り入れがない。その代わり、山品区から伏見区にかけて、京阪バスが路線網を構築しており、山品駅は京阪バスのターミナルの一つとなっている。JR 西日本などは、2007年から市内のバスの渋滞を回避できるとして、行楽客の京都市内移動に、鉄道利用を促す PR を行っており、 南禅寺や平安神宮など東山エリアへの観光地へは山品駅から地下東西線利用を進めている。片道 201km を超える切符の場合、京都市内駅として当駅がそのまま利用でき、追加料金を要しないが近距離、特に大阪、神戸方面から来る場合は、電車特定区間や特定間運賃の対象から外れるため、 京都駅で下車する場合に比して運賃がかなり高くなる。JR 西日本2018年度の1日平均の乗車人員は34,721人であり、JR 西日本の駅としては第20位である。京都市営地下鉄2017年度の1日平均の乗降人員は43,689人である。JR 西日本の駅の1日平均乗車人員。 並びに、京都市交通局の駅の1日平均乗車人員、及び、乗降人員の推移は、以下の通りである。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。駅南側は、真南に向かう京都外環状線沿いに、山品区の中心をなす、商業、業務地区である。駅前には、駅周辺再開発で誕生した、商業施設、楽都山品。 大丸などが入居がある。駅のすぐ南を東西方向に走る細い道が、旧三条通、旧東海道であり、その一本南を、新しい三条通、旧国道1号、原不動忍宮4鈴河線が通る。山し区唯一の JR 駅であるため自転車、利用者も多く、京都市の自転車駐車場、地下だけで2000台近く駐輪が可能である。 駅北側は低層の住宅地であり、その北の山6に沿って、琵琶湖疎水が流れる。さらに北には、微車門道門関がある。京阪山品駅を挟んで南にはロータリーが設置され、京阪バス他の路線バス及びタクシーのり場がある。特に路線バスの乗り場は、京都立花大学行きの直行バスが発着する朝の時間帯には、 数学の学生の列が地下街まで伸びるほど混雑する。また、改札口東側に、線路下を通る南北方向の歩行者用通路がある。京阪バス、山品駅案内所が設置されており、定期券なども取り扱われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。